これに勝てるかな。超過激シューティングゲームスターソルジャー、ド迫力の5方向連射、超巨大要塞ビッグスターブレイン、6月13日、 by ハドソン。超過激シューティングゲームスターソルジャー、ド迫力の5方向連射、パワフルな敵キャラ、謎のトラップゾーン、そして超巨大要塞ビッグスターブレイン。これに勝てるかな。スターソルジャー6月13日、堂々発売。 by ハドソン。さあ、高らかにファンファーレが鳴り響き、出撃の時がやってまいりました。宇宙の彼方、地球の平和を脅かす宇宙大陸、これを撃滅戦とするのは我らがシーザー。やってきた敵の空中キャラにビームが次から次へと発射、瞬く間に敵を破壊する。早い、とにかく早い。シーザーのビーム、一発の無駄もなく見事に敵を撃破していきます。敵の空中キャラと同時に地上キャラにもビームの連射が目にも止まらぬ速さで炸裂する。強い、とにかく強い。向かうところ敵なしの大活躍。なになに、知らない、なんとスターソルジャーを知らない、なんて君はアホちゃいまんねん、パーデンねん、なんて言ってる間もなくシーザーが敵をやっつける。人類滅亡危機一髪、絶体絶命のピンチ。右往左往する間もない電光石火の早業、九死に一生を得、一喜一憂の間もない勇猛果敢、威風堂々のシーザー。行け進め、やっつけろと、あまりの興奮に発狂寸前。見苦しいところをお見せしましたが、どうだい、君たちの仲間にこんなうまいやつがいるか。どこを探したってこんなやつはいやしないよ。ちょっと見てもらおうか、この発射ボタン。どうだい、早いだろう、君たちなんかどう頑張ったところで12発が限度。こいつは1秒間に16発が普通。スローで見てもさすがに早いね。うん、黄色いトレーナーに黒いハチスケ、というともうあいつしかいないね。ご存知、高橋メイジン。このビデオはなんと高橋名人が秘密にしてきたとっておきのテクニックを君たちにこっそり教えちゃおうという大胆なものなんだ。このビデオで紹介するテクニックを何度も見直して練習すれば、君は間違いなく友達の間で一番のテクニシャンになれるというわけだ。どうだ、参ったか。僕はね、本当は人よりもずっと不器用なんだ。だから新しいゲームが僕のところ来た時に、本当は君たちの方が上手いかもしれないな。で、僕が一番参考にするのは僕以外の人のやっているプレーだから、君たちも君たちの周りにいる人のプレー、君の友達とか、例えばこのビデオ、僕のやっているプレーとかずっと参考にするといいんじゃないかな。
高橋名人のゴールドフィンガーを超えるすごいやつ、ジョイカードマーク2。3段切り替えの連射機能がついて1980円。6月13日新発売。 by Haddison。